皆さんこんにちは、ワンダレグルビッシュです。今回はゴンバジェイローシリーズガイアセーバーの続きをプレイしていきたいと思います。前回は偽のコロニーレーザーの破壊をしました。今度は本物のコロニーレーザーが宇宙のどこかにあるということなので、まずはその探索を行っていきたいと思います。コロニーレーザー発見しました。ここに突入していきましょう。でその前にですね、各キャラクターの状況を確認しておきます。まずシーブックなんですけども、 F91 のビームライフにビームシールド、それにハイパーバズーカを装備させています。ウルトラマンにもですね、ゼータ用のシールド、あとハイパーバズーカも装備してます。まあ、これはね、必殺技ポイントを使い切った後、自利品にならないようにバズーカとビームライフを持たせたというところですね。ウルトラマン7も同じですね、ハイパーバズーカを持たせています。それにゼータ用のシールド、レオも同じです。シールドはレオはビームシールド、それにハイパーバズーカにライブルという装備になっています。では突入していきましょう。いきなり戦闘、アルパージールだ。ここはもういきなり全力でいきましょう。かなり強力な相手ですからね。ウルトラマンはね、スペシウム光線を覚えてます。これもかなり強力な技ですね。まあ、全力で当たって短いターンで倒しきらないと、ウルトラマンチームは時間とともにダウンしてしまうので、早めに蹴りをつけに行きます。攻撃力89、なかなか強いな。ウルトラマンのスペシウム光線本当に強力ですからね。レオが早くも使えなくなってる。そしたらバズーカを使っていきましょう。でセブンは自分に回復を行います。ウルトラマンのスペシウム光線、これ強力ですからね。でレオはバズーカ、まあ、普通に攻撃するよりかは、多少なりともハイパーバズーカを打った方が当たるかなっていうことですね。試しにキックを打つとどれくらい当たるか見ておきましょうか。セブンは回復しちゃったな。57、ウルトラマンレオの普通の攻撃であんなもんか。なかなか厳しいけど、ここはウルトラマンのスペシウム光線頼りでいきます。うん、スペシウム光線さすがだな。260当たってくれると効率は一気に良くなりますね。コロニーレーザーが撃たれた。阻止はできなかったんだ。アルパージールは倒したはずなんですけど、ソロモンがある限りネオジオは不滅だ。死んだのか。では一度ルナ2に戻りましょう。ではルナ2まで戻ってきました。いて隊員、僕の作った空間センサーと空間ジェネレーターの調子はどうだった？すごく良かったです。これでね、ダミーのコロニーレーザー発見できましたからね。ソロモンでネオジオンとどこかの軍が戦っているらしい。急いでソロモンに向かってくれ。ソロモンは先ほど戦闘をしたコロニーレーザーの近くで見かけたので、では一旦そのソロモンに向かいます。ソロモンにやってきました。侵入していきます。これが謎の軍。
通にソロモン要塞の中に入れましたね。でなんぞ。ははは、ネオジュモン、これでおしまいよ。クロスボンヴァンガードの戦いだろう。いきなり戦闘ですね。いや、ここは一旦様子見でいきましょう。まあ、F91、シーブック、ウルトラマン、ウルトラマンセブン、ウルタマンレオ。まあ、それぞれですね、レベルを少し上げてきたので、まあ、できるだけ必殺技ポイントを温存しながら戦っていきたいんですが、どうだろう。なかなか強力そうだな。しかも、やっぱりね、4対4の戦いになると、味方の方も多少削られてくるというのはあるので、コンピュータマックスにすると無駄に必殺技ポイントを使っちゃいますね。まあ、ただ、こちらが誰かロストするようなことはないかなと思うので、このまま進めていきます。クロスボーンヴァンガードだって一体何者なんだ、新しい敵なのか。では進んでいきましょう。さて、ソロモンの中で探索を行ってるんですが、何でもない普通のエンカウント的キャラとしてサザビーが現れましたね。もうこのクラスが普通にエンカウントする敵になってるんだな。シャーザクとキュベレーが止まっている。我々が滅びるのも奴らの計画なのか。何？キュベレーだけが爆発した。あ、そしてシャーだ。待て、シャー。同盟の諸君、これは予想外のことだ。クロスボーンヴァンガード、どこにこれだけの戦力を隠していたのだ。我々がジオンを滅ぼしたように、奴らがネオジオンを滅ぼすのか。もう貴様たちも気づいていよう。この馬鹿げた戦いが何者かに仕組まれたことだと。ジオンもショッカーも宇宙人もすべて、そいつが裏から操っていたのさ。そしてこの私ですら計画の一部に過ぎなかった。しかし、私は負けん。必ずニュータイプの世界をこの手で気づいてみせる。わ、シャアは逃亡していった。そしてソロモンも亡くなっている。では、一旦ルナ2に戻りましょうか。では、ルナ2に戻ってきました。まだいて隊員がいる。ずっとここで、悪空間センサーとジェネレーターの話を。指令に報告してるんだな。そうか、ネオジオンは壊滅したか。地球からの通信によると、コロニーレーザーで多くの人々が亡くなったそうだ。しかし、不思議なことにショッカーたちの基地がありそうな場所が徹底的に破壊されたらしい。それにしても、ストーンサークルで守られた都市は全く被害がなかったそうだ。ムーのテクノロジーは素晴らしい。これだけか、次のイベントに関しての情報が得られませんでしたね。では、ルナ2を探索していきましょう。クワトロタイはどうなったのかしら。タイは結構女の子に人気があったんですよ。まあそうだよね。まあなんといっても、クワトロの本当の姿は、シャアですからね。サイド6から連絡があった。途中で切れてしまった。ああ。201コロニーは僕地区コロニーなんですけど、最近キャトルミューテリューションが起きるらしいんです。203コロニーは人がいなくなるんですって。これ203コロニー怪しいな。このピンチを伸びきらないと人類に未来はない。ちょっとイベントがわからなくなっているので、617かな、617コロニーに今やってきたところですね。なんかイベントが起きそうだ。クロスボーンの兵がいる。サイド7。
サイド5、サイド4。鉄仮面様も人使いが荒いようだ。てん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 。しまった。見つかった。同盟の連中が戦闘になる。回復してたかな。してない。まあ、ただ、ノーマルキャラだったら倒せると思う。戦っていきましょう。倒せました。何をしてたんだろう。あ、コロニー内のコントロールが狂わされている。これじゃ寒くてみんな凍ってしまうぞ。でもこれで大丈夫、ということでしたね。特に他は、何もなさそうですね。では、また探索を続けます。なるほど。てん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 。今、ルナ2にまた戻ってきたところです。コロニーのコントロール。これは何かあるかもしれんな。よし、サイド7へ行ってみたまえ。今度はサイド7か。ホワイトベースは一旦地球に降ろさなければならないから、サラミスを使ってくれ。そうか。イベントかな。いや、これで第7話終了ですね。クライマックスは近づいている。だからこそヒーローは戦うのだ。クライマックスに向かって、ヒーローの乗る船が行く。てんてんてん。続く。というところで、では今回、切りがいいので、ここまでにさせていただいて、次回は、第8話ということになると思いますが、続きをプレイしていきたいと思います。